おい、ブサイクが、はじめ社長に憧れて、何々をやってみました！バチバチバチって動画上げてんじゃねえよ、バカ。な、面白くねえから、マジで。な、なんで、はじめ社長が何かやってみたで人気が出るかっていうと、あいつの顔がイケメンだからだよ。ブサイクがあいつの真似事をしちゃって人気者なんかいや、なれません。無理、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 無理って感じで、無理です。はい。ね、まあ、はじめ社長にね、憧れるのは結構だけど、あいつにはなれない。やっぱ顔がね、素材がね、悪いとね、あいつにはなれねえんだよ。あいつがかっこいいもん。ほんとに。あいつが顔かっこいいもん。ね、あいつには勝てねえよ。だから、まあ、はじめ社長に憧れてね、まるまるをやってみました。商品紹介やってみましたっていうね、小学生、中学生、高校生。お前らじゃ有名になるのは無理だ。無理。無理。無理、無理、無理。だからね、もう、諦めろ。諦めろ。顔を整形して、YouTube に戻ってくるしかないんだよ。ほんとに。もう無理なんだよ。はじめ社長に なり変わろうとするのは。ほんとに。もうあいつ、生まれ持った才能が俺たちは違うから。な。な。ただ顔がかっこいいだけだけど、そのね、顔がかっこいいっていうファクターが、俺たちには足りない。その要素が足りない。どうすればいいか。整形するしかない。あー、整形するしかないよ。あー、整形するしかないよ。あー、痛い。あー、心が痛い。あー、痛いってね。まあね。思っても、誰も、ね、助けてくれないし、あなたは一生有名にはなれません。なので、はじめ社長に憧れるのはやめましょう。無理なんで。はい。それは言いたかった。それは言いたかった。言いたかったよ、ほんとに。まあね、私の動画ね、私の動画は、もう視聴者なんていないに等しいクソ動画ばっかだし、クソ動画ばっかだし、はじめ社長、キッズには嫌われるし、やっぱりね、やっぱり、やつみたいにね、イケメンじゃないから、こういう目に遭うのかなと、思います。辛いです。正直辛いです。俺も、まるまるをやってみたって、やってみるだけで人気者になれるほど、ね、有名 YouTuber とのコネを持ってないし、何も持ってないからもうダメなんだよ。ダメだよ。ね、まあ、それが言いたかった。まあ、最後に言いたいこと。まあ、キッズ、はじめ社長に憧れるより俺に憧れろ。それが言いたかった。以上です。